こんにちは。ああ、ムラムラするなんて女性が言うのを聞いたことがある男性はいますか？付き合っている彼女でさえそんなことはストレートに言いませんよね。日本で育っていると性に対して積極的であることは恥ずかしいという感覚が身についているでしょう。特に女性がそういったことに関して貪欲なのはタブーという風潮がありますよね。本当は男性だけでなく女性にもムラムラする気持ちはあるのに、彼女たちはそれを必死で隠しています。しかし言葉にはしなくても、ちょっとした行動や仕草には本音が現れてしまうもの。女性の態度と行動から、あ、この子は今ムラムラしているなと見抜くことができれば、最後の一押しもしやすくなりますよね。今日は女性がムラっと来た時に取る驚きの態度や行動を7つご紹介します。彼女が何気なく取った行動から気持ちを察してあげましょう。女性を喜ばせるモテ男になるためには、女性が何も言わなくても気持ちを察してあげることが大切。性欲の高まりを見抜く方法はあまり一般的に知られていないので、今日の動画でしっかり勉強していってくださいね。1、落ち着きなく足を組み替える。女性はムラムラすると下半身が落ち着かなくなってきます。ムラっと来た時に下半身がムズムズする感覚は男性もわかるはずです。女性はその落ち着かなさを抑えようとして足を何度も組み替えることがあります。彼女がいつもより足を組み替える回数が多いと感じたならチャンスかもしれませんね。または無意識ではなく、男性をベッドに誘うために意識的に足を組み替えるという恋愛上級者の女性もいますよ。色気をアピールするようにゆっくりと足を組み替えたり、下着が見えるか見えないかのギリギリ感をあえて出しているようならあなたを誘っています。このようなしたたかな女性はわざと足が見えるような服を着てきたり、足のラインが強調されたデザインの服を着ていることが多いでしょう。薄手のタイツを履いている場合もしたたか女子かもしれませんよ。2、唇を噛んだり触ったりする。女性が頻繁に唇を噛んだり指で触ったりするようになったら、ムラムラしている証拠かもしれません。唇はキスなどの性的行為につながるパーツですよね。好きな人とキスしたいという気持ちになると、無意識のうちに自分で唇に触れてしまうんです。また唇に頻繁に触れる癖がある人は寂しさを抱えている可能性があります。赤ちゃんはお母さんのお乳を唇で吸って飲みますよね。この頃の心理的欲求が満たされていない場合、人は大人になってからも唇を噛んだり、タバコが手放せなかったり、爪を噛んだりといった行動に出ます。寂しさを感じているということは人肌恋しく感じているということ。女性はあなたのぬくもりを求めているかもしれませんね。3、話し方が特徴的になる。女性がムラムラしているときは話し方や言動がいつもと違ってきます。セックスしたいと考えているものの、欲求を抑えているのでいつもより息が荒くなります。少し吐息混じりの声になっていたら性欲の高まりを感じているのです。色っぽく話してくるなと感じるとき、大抵空気を含んだ声になっているでしょう。そして会話の内容もセクシーなものになります。あなたの下ネタにも便乗したり、自分からちょっとエッチなことを言ったりすることもあります。女性は機嫌が悪いとき、そういう気分でないとき、下ネタを話すことに嫌悪感を感じることがあります。ノリノリで会話をしてくれるなら今夜はチャンスかもしれませんよ。ただ女性が本命の男性の前であまりにも過激なことを言うのは考えにくいですね。度を超えた下ネタを披露してくる女性はあなたを友達としてしか認識していないかもしれません。調子に乗ってホテルに誘ってしまうと嫌われてしまうかもしれませんよ。4、色っぽいファッション。女性がムラムラしているときはセクシーな服装で男性を誘惑しようとします。膝より上の丈のスカート、胸元が空いている服装、ボディラインがはっきりしている服装、ハイヒール、肩出しのトップス、ノースリーブの上にカーディガン。あなたとのデートにこのようなファッションで来る女性は誘われるのを待っているかもしれません。特にこれらの洋服の特徴を強調するような仕草を見せるなら、かなり脈あり。短いスカートで足を組み替える、胸元が空いた服でかがむようにする、
カーディガンを脱いで露出度の高い格好になるなど、セクシーな服をさらにセクシーに見せるような動きをするのはムラムラしているからです。また性欲の強い女性はやはり露出度の高い服を好むようです。無意識のうちに裸に近い感覚を求めているからだそうですよ。しかし最近は性欲の強さを隠して清楚系を振る舞う女性も多いですね。清楚な女性の方が受けがいいと分かっていて、モテるために上品な服装をするのです。服装だけで女性の性欲を判断するのはちょっと難しいですね。5、ツヤっぽく血色感のあるメイクをする。女性のメイクのことはよくわからない男性が大半だと思いますが、これだけ意識してみてください。それはツヤっぽいメイクかどうかです。女性が少し濡れたような質感の化粧を施すのは、あなたに色気をアピールしたいと思っている可能性があります。まぶたがキラキラとしている、唇がグロスでうるうるしている、粉っぽいおしろいではなくみずみずしいファンデーションを使っているなど、少し見極めは難しいかもしれませんが、このようなメイクは王道のモテメイクなんです。またどのような色を使うかでも女性の気持ちが現れることがあるんですよ。あなたを落としたいと思っている女性は奇抜な色でメイクをすることは少ないです。青や緑のアイシャドウ、茶色の口紅などはおしゃれですが、男性受けはあまり良くありません。男性に色気をアピールしたいとき、女性が大事にするのは血色感です。彼女の顔がほてったような感じなら、あなたを男性として意識しているからでしょう。性的な魅力よりもおしゃれさをアピールしたいとき、女性は奇抜な色を使ったり、色をベタッと塗ったようなみずみずしさのないメイクをすることがあります。ちょっと上級者向けの見極め方かもしれませんが、今度彼女と顔を合わせるときは意識してみてくださいね。6、男性の目の前で寝転がる。女性が男性の前で寝転がるというのは、かなり相手に対して気を許している証拠です。付き合っている男性の前でなら寝転がることくらいあるでしょう。しかしお付き合いしていない男性の目の前で寝転がるなら、かなりの確率で OK サインと言っていいでしょう。いきなり手を出すのではなく、最初はくすぐったりちょっかいを出したりして女性の反応を見てみます。女性が起き上がることなくそのまま寝転がり続けるようなら OK サイン確定です。7、眠たそうにする。女性がデート中に眠いというので帰らせたことはありますか？実は女性の眠いという言葉、あなたを誘っていたのかもしれませんよ。女性は本当に眠い時は帰ります。眠いという割にはなかなか帰りたがらないのは、あなたのちょっと休憩するという言葉を待っているからです。眠たい、寝たい、イコールしたいという意味でもあるんです。普通の感覚だと機嫌を損ねている時にベッドに誘うとは思いませんよね。乙女心を理解してアクションを起こすのは本当に難しいです。女性が眠たいと言ったら、まずは帰ろうかと聞いてみてください。大丈夫と言って帰る素振りを見せないなら、勇気を出してみていいでしょう。休めるところに行くと言って、あなたの家やホテルに連れて行っても大丈夫です。女性がムラっと来た時に見せる態度と行動をご紹介しました。もしかしたらあなたの意中の彼女が見せている行動がいくつかあったのではないでしょうか。よほど積極的でない限り、女性は自分からしたいとは言いません。あなたから誘われるのをずっと待っているのかもしれませんよ。今日ご紹介した行動や態度が女性に見られたら、あなたからアプローチしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。